はい、こんにちは。今日遊ばせていただくゲームは、沼江カエル様制作のフリーゲーム、ブランチとグスタフというゲームになります。このゲームなんと5分ぐらいで終わるそうです。5分で終わるお話ってあんまり想像できないね。あらすじも宝物庫に行くぜとしか書いてなかったんですよね。早速フランツさんが、グスタフ、宝物庫に行くぞ。もう概要欄回収しちゃったもんね。あらすじ終わっちゃったよ。あ、グスタフおじいちゃんなんだ。宝物庫ですか。なぜまた。もうすぐ浄化で闇オークションが開催されるからな。宝物庫からお金を持ち出すのだ。闇オークション、参加する気なんだね。殿下、闇オークションのために宝物庫から勝手にお金を持ち出すなど。ワクワクしますな。ノリがいいんだね、このおじいちゃん。見た目からは想像つかない。早速宝物庫へ向かいましょうぞ。みんな、これは王子様自由に育ったんだろうな。倉庫の見張り兵士、王子がわがままなのはともかく、この絵、騎士であるグスタフ様がちゃんと止めないのはなぜなんだ。そういう風にやってきたんだろうな。私はフランツ殿下が赤ん坊だった頃からお仕えしていて、殿下のことをとても大切に思っている。しかし、それよりも、このわがままを助長させた先に、一体何が待ち受けているのかという好奇心の方が勝っているのだ。グスタフ、無責任。クレイジーじゃないですか。なんでクビにならないんだ。そういうお前だって、我々を止めようとしないではないか。私はグスタフ様の部下なので、上司には逆らえない。上司をクレイジー呼ばわりはいいのか？いいんです。いいんだ。本人がいいとおっしゃるなら。ねえ、面白いな。ああ、逆らえない。抑圧を抱えている兵士。薬草が入っている。あ、手に入れられるんだ。薬草を手に入れた。いらんよ。宝物庫行くだけならね。これといって興味引くものはない。これもかな？ん？こんなところに鍵を発見。宝物庫の扉の鍵か？あ、それ私がなくした鍵です。なくしてた。なくすな。どこの鍵ですか？棚の鍵？え、私もらっちゃっていいの？棚の鍵。あ、これも調べられる。あとはないね。本？これ。本は調べられる。子供の頃読んでいた絵本がこんなところに。懐かしい。ここどこなんだ？なんか出てたかな？ここどこだろう？7匹の子ヤギ、3匹の子豚、うさぎと亀。動物の絵本しかありませんな。かわいいチョイスだね。人間の話に興味なくて、もふもふしか見たくなかった。子供の頃から癒しを求めている。筋金入り。これは、僕が前回の闇オークションで買った怪しい魔導書じゃないか。魔導書買っちゃったの？確か、使うと人間をもふもふにできるという触れ込みの品でしたな。使っちゃうじゃん。大丈夫なの？城中の兵士や使用人の体毛が伸びまくって大変でしたね。思ってたより可愛くないんだな。数時間で元に戻ったから良かったものの、思ってたのと違った。完全に騙された。かわいそう。かわいそうだけど、本当にもふもふだったら直してあげなかったんだろうな。優しい帝王学、初心者向け帝王学、猿でもわかる帝王学、めっちゃ帝王学学んでる。あ、お勉強の本、見なかったことにしよう。ちょっと不真面目。これは、どっちに進むんだろうな。あ、鍵を使った、ここの鍵なんだ。あ、これは、婚約者のプリシア様からのお手紙ですな。読まないのですか？人間の女に興味が持てない。もふもふとしか結婚したくないんだ。難儀な趣味ですな。ガッハ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 。獣だよ。いや、笑い事じゃないんだよ。本当にさ、どうすればいいの？ねえ、もううさ耳とかつけるしかないね。お嫁さんにね。泣かないで。かわいそうに。グスタフのおひげをもふもふして我慢してくだされ。おひげでもいいのかな？は、きしょ。ダメだったらしい。辛辣。いろんなところ開くんだな。謎のメモ発見。あ、それ私がなくしたメモです。なくし放題。いろいろなくしすぎ。倉庫の見張り兵士へ。
レバーは警報装置なので触らないこと。入力装置は扉の前に立って左の壁。フランツが来たら追い払うこと。倉庫には入っちゃいけないと。レバーはブラフ。はぁはぁはぁ、それが大事なのか。で、こっちは手紙。あ、フランツへ。あなたがこの手紙を読んでいるということは、今あなたは宝物庫に入ろうとしているのでしょう。やめなさい。母上様、お元気ですか？宝物庫の鍵を開けようとしても無駄です。あなたが興味のないもので扉を封じていますからね。諦めなさい、母より。あなたの興味のないもの、ということ？謎だね。あらかた、まだある、布の服。あ、それ私がなくした服です。本当になくしてるのか、それは。しまってたんじゃなくて。なくすな。服と？あ、猫耳カチューシャが入ってる。そういえばこんなもの買ったな。これでモフモフを補うんだね。城中のものに装備させて回ってましたな。このグスタフも装備しましたにゃん。もうノリがいいから。びっくりするぐらい可愛くなかった。楽しかった。でもいい思い出だね。楽しかったならいいか。いいな、この城好きだな。これといって興味を引くものはない。ここら辺はないね。これも何にもないね。どっちだろう、こっちって、この先宝物庫、こっちが進む方か。ドアノブがなくて、これはダンジョンとかによくある仕掛けを解くと開くタイプの扉ですな。左側って言ってたよね。前にも誰かさんが勝手に侵入しましたからね。対策で扉が差し替えられました。これじゃあお金を勝手に持ち出せないじゃないか。許せないな。こっちに行くと？こっちは行けないのか？宝物庫に入るのは諦めようかな。諦めたくないけど諦めるパターンも見てみたいんだが。先に諦めちゃっていい？はい、諦める。お金を持ち出すのはやめよう。以前やった時もめちゃくちゃ怒られたしな。少しは反省しないと母上様に申し訳ない。こっちのがまともルートだったかな。そんな、反省だなんて、殿下らしくもない。いいことでしょう。なんでがっかりしてるんですか。クレイジーだからだよ。あ、フランツは宝物庫に侵入するのをやめた。その後は闇オークションに行くこともなく、婚約者と結婚して真面目に生きたとさ。おしまい。はあ、フランツを肩にはめてしまった。ちょっと罪悪感があるね。ひょっとしてこれセーブあったの？最初からだよ、おかげさまで。これフラグ立てなきゃ何もできないのかな？食材に何か文字が書いてある。ヒント4文字。なんだろうね、そっか。あれ、パスワードを私は得てないんだよな、そういえば。パスワードを得ないといけないよな。レバーは引いちゃダメ。レバーってどこにあんだ、そもそも。あえてレバー引いてみたいな。レバーってどこにありますか？食材、コメントはない。これ？レバーって。何もないの。こんなところに入力装置が。レバーが欲しい。入力はね、できないんだ、今んとこ。ゆーちゃんしか打てないけどさ、多分さ、ゆーちんになっちゃうよね、4文字だと。これ戻れませんか？ゆーちんだけとりあえず出して。ゆーちん。あとはクレイジーとフランツとかもあるかな。ゆーち。このさ、文字かわいいな。ほんと？何のほんとだろうね。ゆるくてかわいい。ゆーちん。ブブー。レバーってどこだろう、マジで。ノアノブがない。もう一回手紙読んでみるか。お母様ヒントくれ。あ、鍵。鍵ね。この辺でしょ、確か。鍵発見。オッケー。で、手紙を見て、あなたの興味のないもので、お勉強のやつかな。母の手紙。お勉強の教科書。これこれ。これをさ、見なかったことにしよう。あと興味のないの誰だろうな。これは？見せない。ほう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 。あとなんかヒントっぽいのどこにあったっけ？あ、これも興味ないね。人間。あ、人間？興味ないのは。とりあえず、あ、そう、手紙。未読無視。読んでないもんね、確かに。これなんかあるかもしれない。あ、読んでくれないんだ。未読無視。これなんだっけ？謎のメモ。レバーは警報装置。左側。レバーってどこですかね？これに見えるんだけどな。あ、レバー。ガッチャンコしたい。
ガチャンコ。え、何もないじゃん。警報装置なんじゃないの？いえ、いえ、いえ、いえ。ヒント4文字。ヒントがないし、警報器も鳴らないし、もう一回なんか教えてくれないよね。そもそも、一回目だ。でもこの人何回か話しかけたけどダメだったよな。あとどこだろうな。興味を含む、興味のないものに隠されてるって言ってたな。興味のないもの。ほう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 。やっぱあらかた、猫耳カチューシャは興味津々だもんな。布の服、布の服、カチューシャ。あとどこだろう。あらかた調べちゃったけど、特別、思い当たることがない。薬草、薬草？興味がないな。薬草いらないって言ってる。薬草入れてみるか。いい。あれ？どこだっけ？入力装置。入力装置。入力装置。これ？これはただの、あれ？文字消すのってどうやる？文字消すのってどうやります？×ボタンが、二つクリック。薬草、や、く、そう、う。はい。薬草には全く興味がないからな。違った。ほうほうほう。人間。あれ、また、入力装置。入力装置です、私がしたいのは。はいはいはい。人間。に、げん、オッケー、これでどうだ。人間、僕の興味のないものと言ったらこれか。お、ピンポンって言った。扉が開いた。これでしたね。殿下が人間に興味ないの陛下もご存知だったのですな。それなのに、モフモフじゃない人と政略結婚をさせられそうでかわいそう。実際、モフモフと結婚できないでしょ、法律的に。同情するなら金をくれ。やだ、こんな遅く。開けちゃった。ああ。でも、私も心のどこかでは、この展開を期待していたのかもしれない。みんなノリがいい、この城の人たちは。あ、開けた状態で部屋に戻ろうとしたらどうなるか見たかった。こうして、フランツは、宝物庫からお金を持ち出し、城下町の闇オークションへ繰り出すのであった。いいね、金銀財宝だね。あ、エンドロール流れた。いやでも5分どころじゃなかったね。何分だ ?15 分ぐらいかかってるな、私。苦戦しましたね。でもノーヒントで解けたから、ノーヒントっていうのか？ヒント全部絞り尽くしたけど。自力で解けたから。いい、よかった。いや、私、割とね、勝率低いからね、謎解き系。いやー、よかった、めちゃくちゃ。私にはちょうどいい難易度でしたね。フランツとグースタフ、短いながらもめっちゃ楽しめました。ね、結構調べられるとこ多かったしね。やっぱこういうノリのいいおじいちゃん好きだな。フランツとグースタフシリーズなのかな？なんかシリーズものであってほしいわ。この二人好き。始めるときは見てなかったけど、ここにもちゃんとグスタフいるんですね。全然気づかなかった。いや、めっちゃ良かったですね。こういう軽いノリのお話大好きですね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。